ホテルに帰ってきた。あの奥さん伝統かな。今日から二晩過ごす。素敵なお部屋です。お疲れ様でした。お疲れ様。まずは沖縄行ってます。初めて開けるな。え、そのうん、大丈夫かな。そうではないと思うんだけど。大丈夫じゃない。ちょっとずつしたから。おー、ダメだダメだ。はい、口口口ふうさんは九州産のゆずニュー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。茨城といえば芋フライ。ふうさんの自転車かっこいいです。今夜も湖北ホテルでビジホ飲み。お刺身5点盛りサラダいただきます。乾杯。乾杯。ゴージャスゴージャス。食べてみよう。二の膳は餃子。ご飯。ご飯。いただきます。いただきます。すきっぱらじゃいけないもんね。そうそう。自宅からぬか漬け持ってきた。今度はプレモル。ふうさんのフィナレロをつまみにいただきます。最後のアイテム、イカ天。楽しみ。美味しそう。美味しそうだ。今度はこれです。おはようございます。霞ヶ浦、気持ちのいい朝を迎えてます。湖一周、いい朝になりました。ホテルの朝食会場です。こんな感じです。朝食会場はとても綺麗でした。お料理の味付けは全体にしっかりとした味付けでした。霞ヶ浦で取れるシラウオ。霞ヶ浦のなんだっけ、シロウオ。霞ヶ浦の会だった。だって霞ヶ浦の名物だもん。で、午後のポイントは生姜焼きです。がっつり白いご飯もいただきました。湖北ホテル今日のビジホ飲みは五目あんかけ焼きそばです。陳さん監修。すごいね、発売25周年記念でですね。すごいね。ごま油のいい匂いがします。キン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 みたい。あったかいお茶いただきます。どうぞ。はい、ありがとうございます。お店の味です。第2回戦、うずらの卵とウインナーの串揚げ、それとハムポテトフライのぼのぬか漬けです。冷蔵庫で凍っちゃいました。お飲み物はこれ。いただきます。
日目の朝、昨日と違うものだけ取ってきました。でも霞ヶ浦のシラウオは外せませんでした。明太のパスタ、レンコン、スープはコーンスープに変わってました。以上、ヘルシーな朝食作ってみました。じゃあ行くよ。はい、便利なホテルだ。ありがとうございました。はい。